犬丸聡太21歳。オーディション前は劇団で活動してました。よろしくお願いします。おお、元気元気。陽介とは同じ劇団出身です。いや、てめえの自己紹介だけしてろバカ。二人は仲いいよね。喧嘩もたくさんするよ。それこそ仲がいい証拠だ。お互い言いたいこと言えるってことだもんな。うん、何でも言っちゃう。もう少し口塞げや。あ、今のちょっと照れくさい時の声だ。うるせえ、ケツの穴から手突っ込んで奥歯ガタガタ言わすぞ。え、それどうやるの。ものの例えだバカ。陽介、一応言っておくけど、この動画ファンに公開されるからな。質問してもいいか。ソータ君が今回オーディションを受けたきっかけは。新しいことにチャレンジしたくなったからかな。俺、今まで板の上の芝居が多かったから、ドラマとか映画とかもっと映像系に出てみたい。映像と舞台結構違うよな。リッツンはどっち好き。まあどっちもそれぞれかな。ただ俺はソータと逆で映像の方が慣れてる。そっか、いいな。俺シーン細切れに演技するのはちょっとだけ苦手でさ。けどお前即興で泣くのは得意だろ。あ、それは映像向き。3秒で泣けたりすんの。え、うん、まあ。へえ、すげえじゃん。ただし一度泣いたら泣きっぱなしで止めらんないけどな。陽介、バラすなよ。